カザマ万年1月3日または1月4日は日本の海軍軍人、神風特別攻撃隊局実隊の指揮官であり、特攻により戦死したが、その作戦行動については資料によって異動がある。二階級特進により、最終階級は海軍少佐。カザマは福島県出身で、旧姓福島県立北方中学校を経て、海軍兵学校に進んだ。 海兵72期生の一人であり、校長、新見正和、草勝と無一、井上成美の指導を受ける。教官の折笠重康と他の一人が同郷の先輩であった。1943年9月に625名中126番の席次で卒業する。戦時の上位候補生は311名が非公学生となり、 翌年の7月に第41期飛行学生を卒業した。海兵72期の41期飛行学生は202名が戦死しており、戦死率は66%である。風間は偵察専攻の士官として太平洋戦争に出生した。風間の属した攻撃第102飛行隊は1944年11月にフィリピン進出を命じられた。 前月には神風による特別攻撃隊の作戦が開始されており、風間中尉は極実隊の指揮官となる。1945年1月4日、攻撃を受けるオマニーベイ。攻撃隊2機のうち1機は、対空砲火が命中し、ルンガポイントに向かった。この写真が撮影された後に別機がオマニーベイに命中する。 1945年1月4日17時5分、ミンダナオ島南部のサランガニを出撃した。前日の17時55分に操縦員、長谷川博志望城悲曹とペアを組み、その偵察員として羅山基地を出撃しているが、4日までの経緯は不明である。風間隊は水星艦爆2機で構成され、スール海北部に進撃する。直演機はなかった。この頃、 米海軍のオルデンドルフ中将は164隻からなる艦隊を率いてレーテワンを出撃しスールー海に入る。このオルデンドルフ艦隊の護衛空母12隻からなる第2軍がスールー海の北部に位置するパネー島付近で特攻機の突入を受けた。この攻撃隊は米海軍部隊に気づかれることなく接近することに成功する。その接敵行動は西日を利用した。 巧みなものであった。攻撃隊2機のうち一方は護衛空母、オマニーベイに命中し、他の1機は護衛空母、ルンガポイントに突撃したが命中していない。当時は空母1隻を撃沈せるものごのとしと戦火判定が行われたが、この攻撃が風間の指揮する朝日隊によるものとされる。オマニーベイに突入した水星は飛行艦艦運縁に命中。 彗星が装備した2発の爆弾は一つが格納庫、もう一つは第2戦争艦板で爆発した。格納庫や艦上にあった航空機は炎上し、さらに弾薬が誘爆する中、駆逐艦によって救助作業が行われるも総員隊艦に至り、魚雷によって処分された。オマニーベイの人的損害は戦死、行方不明93名、負傷65名である。 1945年1月3日、風間は、長谷川博夫妻一筆想と共に羅さんを出撃する。この日、第30混合体の冷戦2機もセブを出撃しており、この日の戦火は総合して、戦車用陸艦2隻に特攻機が1機ずつ命中し、輸送船にも損傷を負わせたとするもので、命中機は不明である。オマニーベイ撃沈は、 翌日の陸軍総発機の特攻によるとされる。朝日を完成られた神風特別攻撃隊は1月5日に、井上茂雄一飛装、畑野隆一飛装ペア、1月6日に、向井義武31飛装、花、下津道吉和飛装ペア、吹きの正し注意、三宅製作昭尉ペア、1月7日に、斉藤貴一昭尉池島幸吉昭尉ペアがそれぞれ特攻を行って、 戦死している。なお、海軍航空部隊の特攻で撃沈した空母は、オマニーベイの他関幸きを隊を指揮官とする、四季島隊のセントロー、村川博司隊を指揮官とする、第二を立て隊のビスマークシーであり、総計で護衛空母三隻である。正規空母については大破の事例はあるが、撃沈例はない。何和会の資料では、風門万年。 風間和カ氏と表記が分かれているが、他の資料では、風間和カ氏である。会津地方には、地商会という陸海軍高等部官の要請、親睦団体が設けられていたが、戦中の任間者については、資料がなく、風間が属していたかは不明である。ありがとうございます。